レンレレン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 レおいリリーちゃん待っててね。はい、わかった。いってらっしゃい。あなたたち誰？こんなところで何してんの？ゆうちゃん、お願い、私たちを助けて。こんなに汚れちゃって、お家に帰って洗ってあげるね。あなたも大丈夫？早くお家にレッツゴー。ゆうでっと始まるよ。お風呂に入れてあげるからね。せーの、よく洗ってあげるね。さあ、はい、これ見て、なんか形が変わってきてる。しかし、あなたはさっき落ちたから、よくよく洗わないと。石鹸持ってきました。石鹸で少し、クスクス、じゃあコロコロ、なんか出てきた。あ、足登場。よしよし、こうやった方がレイヤーなの。すごい重っ。クスクス、なんか変身しちゃった。待って前だよ。よし、やめたわね。もう少しやったら出るからね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。おまけのおまけのキッシャバッポコ。おーとなったらで、しょっぽっぽーのと、出ましょ。出ましょがなったから、ちょっとゴシゴシ体を洗ってから出ましょうね。わかった？はい、あの子出るわよ。なんかウサギ？ウサギですか、これ？ウサギだね。こっちは？違う。あ、こっち猫。こっち猫で、こっちウサギ。まず、最初からめっちゃ偉かった水色のうさぎさん、生まれたみたい。赤ちゃんがこの子ね、よし、あなたはここで乾くまで巻いとくね。この子さ、ウサギよりちっちゃい。助けてくれてありがとう。どういたしまして。実は私、魔法で丸い姿に変えられてたの。そうだったの？ゆうちゃんが拾って綺麗にしてくれたから助かったわ。ありがとう。どういたしまして。これから仲良くしようね。うん。大好きだよ。というわけで、今日はですね、実はこちらの Who are you? あなたは誰？っていうおもちゃをね、紹介してみました。
可愛い箱の中にさっきのね、この子たちが丸い姿で入ってたの。ね、たくさんお世話をしちゃおうだって。ちょっとさ、中にどんなお世話グッズが入ってるか見てみようか。せーの、こんな感じだよ。青い方はどうなっているのかな。おほら、かのちゃん見て見て、くらやってます。ブラッシング、ブラッシング、ほら、かのちゃん見てごらん。こうやってね、まあ、もうちょっと乾いてからがいいかもしれないけど、そうそうそう、こうやってね、溶かしてあげたりすると毛がきれいになるね。もうやりたい。誰か髪の毛立っちゃった僕は犬だわ、ウサギじゃないわ。え、そうなの？僕は犬だわ、僕は犬だわ、ウサギじゃないわ。ウサギじゃないんだって、犬だってさ。そうわん、そうわん、そうわん、ウサギさん、僕は犬だわ。ウサギっぽいけど犬だわ。あなたは、あなたは猫だ。見て、首をつけたよ。首輪、こうやって首輪つけたり、ほら、見て、見て、なんとなく頭にリボンつけた。やった、ゆーぼやー。猫ちゃんもほら、かわいいでしょ。お名前つけます。ワンワワン、ワンワワン、ワンワワン、ワンワワン。ワンちゃんはね、ワンちゃんもさ、やってあげるから。名前はその2人どうしよう。こっちは、うん、ゆうちゃんです。ゆうちゃん、ほのちゃん、ほのちゃんは、僕はほのちゃんは。よろしく、よろしく、ほのちゃんは。よろしく、よろしく、ほのちゃんは。よろしくは、ペコリは、ペコリは、うん、ね、なんかこうやって可愛くなりました。ちょっとこれまだびしょびしょだからあれだけど、もうちょっときれいに乾かしたら、もうちょっとね、きれいな子になると思います。はいね。そしたらさ、お家の中でいっぱいお世話して遊ぼうね。乾くまで食べる。お世話してはお願いしますわ。ゆうにゃーん、おにょにゃーん、ほのわんです。ゆうにゃーん、ほのにゃーん、ほのわんです。ね、ちょっとだとして、あ、お姉さんにだとしたい。というわけで、今日はゆうというおもちゃを紹介しましたが、はい、これどうでしたか。楽しかったです。どこが楽しかったですか。ね、これが洗うとこと、うん、あとね、拭くとこと、うん、いろいろ面白かったです。ね、丸いのが変身してさ、びっくりしたね。ねえ、なんかもう このお姉ちゃん、ほのちゃんに潰されてるけど。ね、潰されてますね。え、あとね、今多分ゆうちゃんたちが出たのはピンクの猫ちゃんと、あと青いワンちゃんだと思うんだけど、こんな感じでね、他にもワンちゃん、猫ちゃん、ワンちゃん、猫ちゃん、あるのかな、あるみたいなので、そう、買うと、買ってさ、買ってお風呂に入れてあげて、初めてね、どの子か分かるおもちゃだからね。自分はどんな子が出たのかなっていうの楽しいかもしれないね。聞いてる話、うん、自分はどんな子が出るかな、ワクワクってするのも面白いかもしれないね。話聞いてますか。遊んでみてね、バイバイ。ユーゲスト、また見てね、バイバイ。かわいい、かわいい。最後まで見てくれて。